ビーゲラン彫刻公園地図ビーゲラン彫刻公園の空撮。中心軸は右から左へ貫いているビーゲラン彫刻公園は、ノルウェーの首都オセロの都心部から 3km 北西にある都市公園、フログネル公園の一部をなす彫刻庭園。32万平方メートルの面積を有する彫刻庭園の中には、ノルウェーの彫刻家。 ブスタフ・ビー・ゲランの作品のみが展示されている。人生の書籍をテーマにした、ブロンズと花崗岩でできた大小の彫刻の総数は212点で、これらの彫刻を構成する、老若男女の人物の合計は600以上にもなる。ビー・ゲランはその一つ一つの作品の原型を粘土で、原寸内で制作し、それらを職人たちが、ブロンズ像や石像に仕上げて、庭園内に配置していった。 これらの作品は庭園を南東から北西に向けて貫く850メートルの軸線に沿って6つのセクションに分かれて展示されている。すなわち、正門、橋、子供の遊び場、噴水、モノリスの大地、生命の館である。ビー・ゲランは1900年代には公共彫刻を手掛けるようになり、ノルウェーを代表する彫刻家とみなされるようになった。彼は1906年、 国会前の広場に建設が予定されていた噴水の試案を発表したが、資金難などから建設は具体化しなかった。以後、ビ B. ゲランは、よりふさわしい場所に噴水を置くべく場所選定に頭を悩ませるようになった。1910年代後半、オスロ市の図書館建設でアトリエを立ち抜きになったビ B. ゲランは、1921年に、オスロ市からフログネル公園のそばにある邸宅を、 新しいアトリエとして提供され、その代わり、以後の彫刻、ドローイングなどすべての作品をオスロ市に寄贈するという契約を交わした。ビー・ゲランは1924年、新しいアトリエの隣にあったノルウェー憲法制定100周年、記念博覧会の跡地を、噴水をはじめとする彫刻作品の公開場所として選び、以後の生涯を彫刻庭園の設計とそのための作品制作に、 捧げ、公園の完成を見ないまま1943年に没した。ビーゲランの没後間もなく巨大な石柱、モノリッテンの彫刻作業が終わり、1946年に現在地に設置された。1947年に噴水に水が通され、1950年までにほとんどの作品が設置された。以後も少しずつビーゲランの残した作品が、 公園の軸線の端や外側に設置されている。B. ゲランの遺言により、彫刻庭園には B. ゲラン以外の作家の作品は置かれておらず、24時間無休で解放されている。正門電鉄と花崗岩で作られた正門は B. ゲランの作品であると同時に、フログネル公園の入場門でもある。5つの大きな門と2つの歩行者用の小さな門、2つの銅屋根の門番小屋からなる。 建築物である。この門は1926年、銀行の融資をもとに完成した。軸線はこの正門から北西方向へフログネル公園を貫くように伸び、橋を経て、噴水、モノリスの大地、生命の管へと至る。正面玄関の内側に設置された自画像、正門と噴水の間には細長い池があり、東のフログネル公園の入り口部分と、 その西側に大きく広がる彫刻庭園と分けている。この池をまたぐように、長さ100メートル、幅15メートルの石でできた橋がかかっており、その欄間に公園の彫刻のうち58点が展示されている。これらはブロンズによる人物の群像で、人生の様々な状態という公園全体のテーマに沿った老若男女の羅心像である。この中でも来訪者に人気のあるのが、 怒った少年という像で顔をしかめて泣き、時短打を踏む幼児の姿を描いている。この橋は1940年に開通し、公園の中でも最初に一般公開された部分であった。橋を渡り終えた部分には両脇に小さな広場があり、八つのブロンズ彫刻からなる子供の遊び場と題された作品がある。ベンチのある広場の周りに、 遊ぶ幼児を描いた7つのブロンズ像があり、広場中央に立つ石柱の上には頭を下にした胎児のブロンズ像がある。この広場からは池を見渡すことができ、水鳥が泳ぐ姿も見られる。もともとノルウェー国会議事堂前の広場に設置するために提案された噴水は四角い水面の中にブロンズ製の大きな円盤が掲げられたような形をしており、 水面の周りの壁面には人々の群像を描いた60点のブロンズ製の浮き彫りが廃されている。水面を取り囲むように太い枝を上へ伸ばした木のブロンズ像が複数廃され、枝の中には子供たちや骸骨がいるのが見える。この噴水は死から新しい生命が生まれることを暗示している。噴水を囲む広場は1800平方メートルの広さで、 白と黒の花崗岩がモザイク状に敷き詰められている。ビーゲランが最初に噴水を提案したのは1906年だったが、その構想が彫刻庭園の中で実現したのはビーゲラン死後の1947年のことであった。モノリスの台地とモノリス、モノリスの台地は石で作られた四角い岩が階段状に積み重なり、その中央に 円形の段がさらに階段状に積み重なったもので、その頂上には巨大な石柱が立っている。円形の段の斜面には、物立点を囲むように36の人物群像が、配されている。これらは、生命の間をテーマとしている。噴水からこの段に至るまでには、連鉄でできた8つの人物像を模した門を通る、ことになる。 この門は1933年から1937年にかけて原型が制作され、ビーゲランの死の直後の1943年に設置された。公園の一番高い地点である壇上には、この公園の目玉というべき作品、モノリテンが立っており、人目を引いている。モノリスの語源は、ラテン語のモノリトスで、ギリシア語で、一枚の石を意味するモノリトスから来ている。 この、モノリッテンも一枚岩から切り出されている。モノリッテンは14.12メートルの高さで、121人の人物像が浮き彫りにされている。これらの人物は、裸体で抱き合うようにも連れ合い、積み重なりながら、空へと伸びている。これは、精神的なもの、聖なるものにより近づこうともがく人間の欲を表しているとされる。モノリッテンの制作は、ビーゲランが、 フログネルの新しいアトリエに移った1924年に始まった。ビーケランは年度で原寸大の模型を作り、その完成までに10ヶ月をかけた。そのデザインには1919 19年に描かれた幾点かのデッサンが下敷きとしてあったと考えられている。完成した模型は石膏で型取りされた。1927年の秋、 ノルウェー東部のハルデンの石切り場から重さ数百トンもの巨大な花崗岩の塊がフログネルの庭園予定地に運ばれてきた。一年後に石の塊は垂直に建てられ、その周りを覆うように木材で仮小屋が組み立てられた。ビー・ゲランが作った石膏模型は石の塊の横に建てられ、石膏はこれを参考に花崗岩を刻んでいった。 石膏模型から加工岩への転写作業は1929年に3人の石膏により始められ、完成までに14年の年月がかかった。1944年のクリスマスの日に仮小屋の中のモノリッテンは一般公開され、18万人の人々が近くからモノリッテンを見ようと詰めかけた。その後仮小屋が解体され、モノリスがフログネルの庭園の上に姿を現した。 生命の間850メートルの長さの軸線の北西端には1930年に制作された日、時計と1933年から1934年に制作された生命の間がある。この間は4人の人物と1人の乳児が抱き合って花輪のように円形を描いており、調和の中に空中に浮かんでいる。このは永遠のシンボルであり、 この庭園のテーマである人生の始まりから終わりへの旅を象徴している。ありがとうございます。